あいいじゃん。それよりそこの幼女の家に行くよ。幼女言うなし。幼女の家で、幼女のハンコがもらえるよ。よし霊夢、交代だ。いやいやさすがにそれはないわ。ちょ、私にはカジノだけやって交代だとか言ったくせに。さすがに10秒だけとか気がしてるわ。あ、もう勝手にしてくれ。というわけでそのまま次のステージをやっていくよ。まあ、ちょっとした理由で次のステージには霊夢に行ってもらうんだよ。わかったよ。くるくる回転平原。で、霊夢に行ってもらう理由ってなんだ？それは今から行くからね。ここにあるスイッチは、マリオでしか踏めないんだよ。そうなのか。というわけでここのハンコはゲットだね。早かったな。そしてここの上を登っていくと、1個目のグリーンスターがあるよ。結構近くにあるんだな。さて、ここから次のグリーンスターまで遠いからさっさと行くよ。へいへい。しかしここは最初のステージみたいに平和だな。めっちゃクリボンに追いかけられてるけどね。そして赤コインは集めないのか。集めてももらえるのはベルのストックだからね。たまにはゆっくりプレイしたらどうだ。ダメ、絶対にダメ。そんなにダメなのか。ダメなんだからしょうがないだろ。お前さくらちゃんに弱すぎだろ。さくらちゃんは私の天使だからね。はいはい、わかったから黙ってろ。さて、土管に入ったら洞窟の中に入ったよ。なんか機械仕掛けなところだな。お前らは使い弱そうだもんな。お前より強いわ。そうだそうだ。まあそんなことよりそこの土管に二つ目のグリーンスターがあるよ。最近スルースキルが上がったな。うつ主相手にしてると疲れるからね。うっさいアホ。そんなことよりここはなんだ？ここは床の黒いところを全部踏むとグリーンスターがもらえるよ。チップドロップだと範囲が広がるんだな。そうだよ。なんかこの音、仮想対象の点数が増える音に似てるな。それは私も思ってた。じゃあこれからみんなで仮想対象でもやる？やりません。そこはやる流れじゃないの。別にやりたいだなんて言ってないし、そもそもやるの面倒だし。というかムスカとかさくらちゃんの仮装してるようなもんじゃねえか。それは言えてる。さあ、そんなことより次に進むよ。はいよ。3つ目のグリーンスターはどこだ？すぐそこから下に降りれるからそこにあるよ。これは初見じゃわからないんじゃないか。確かに。まあ天才の私なら簡単にわかったけどね。天才の間違いじゃね。いやいや天才レベルのバカっていう意味じゃね。天才はゴミ。それ以上言うとお前の中身のアンコウレーズンにするぞ。何その地味な嫌がらせ。いややめてください。ごめんなさい、絶対にしません。さくらちゃんに対しては低姿勢だな。そしていよいよゴールポールの頂上へ。ゴール。いつの間にかゴールしてたよ。雑談のしすぎだな。お前伝承じゃねえか。私なんてさっきようやく一勝したのに。これが実力の差です。それは違うと思います。そしてこの棒読みである霊夢はすぐに調子に乗るからな。それがなければまだマシなのに。お前もな。そしてマリオのハンコか。お前だけで4つ目とかずるすぎじゃねえ。しょうがないじゃん。これはゲームのプログラムによるものなんだから。そしてメタ発言をする。この動画はメタ成分を含んでおります。それが無理な方はブラウザバックを推奨します。今更おせえよ。いやしかしワールド2も中盤といったところか。そうだね。この実況本当に最後まで進めるのかな。まあそれはうぷ主の編集速度にかかってるんじゃない。やったら安泰ですね。数ヶ月放置するくせに。コース開始の赤い画面で B ボタンを押すと、キャラクターを変更できます。キャラクターごとにジャンプ力や足の速さが違います。ぜひ他のキャラクターでも遊んでみてください。まあキャラは順番にやっていってるからね。リーチは使いやすいしな。